こんにちは、 ABS プロスタッフの時計数えです。今回はトラック車最新作 MX16 のレポートをお送りいたします。トラック車はナンバーシステムから H、ハイレブ、M、ミッドレブ、L、ローレブ表記に移行し、簡素化することで適応コンディション、リアクション形態、ボーラータイプまでを分類しています。しかし H、ハイレブの性能のボールは回転数の多いボーラーしか使用できないというのではなく、あくまで投球するコンディションとのマッチングである。カーフウェイプロも LX05 や LX16 を気に入って使用していますし、無論 HX10 もよく使用しています。必要なのはタイプにこだわることなく、使用するコンディションやレパートリーでボール選びをしていただくことだと思います。今回の MX16 は LX16 の QR8 パールカバーストックよりもスキット力のある MR8 ハイブリッドカバーストックを使用し、最終工程は双方同じ3000番アバロル仕上げになっています。 QR クイックレスポンスカバーストックと MR ミッドレスポンスカバーストックとの差は、同じ表面加工で比較投球してみると、コンセプトで示されているクイックレスポンスという視点では LX16 は曲がり始めがやや早めに出るのですが、ぐいぐいとピンヒットまで動き続け、奥でもう一度曲がるような反応の良さも見えるイメージがあります。一方ミッドレスポンスの MX16 では QR カバーよりもやや遅れて動き出し、曲がり始めから曲がり終わりまで等間隔で曲がり始めて、そのままのイメージでピンヒットする感じでした。投球するコンディションでも扱い方も感じ方も違いますが、同じコンディションでラインにアプローチする場合、 LX16 は手前のオイルをやや多めに使い幅を取るライン、 MX16 は絞り気味のラインでタイトに投げるか、やや薄めの奥に合わせるライン取りでした。トラック車では H、M、L の領域で各々違ったパフォーマンスを作り上げており、 L タイプでもバックエンドの強いものもあれば緩やかに曲がるタイプもあります。そうでないと全体的に同じ領域に集まってしまう傾向があり、その部分ではトラック車の今回の MX16 は中間のキャッチと扱いやすいコントロールできる動きにコンセプトとして他のバージョンと差別化できていると思います。今回の MX16 はモーションポテンシャルが高いアイコアと MR8 ハイブリッドカバーストック組み合わせです。ミッドエリアから緩やかにコントロールしやすいリアクションが持ち味です。ぜひ皆様このトラック車 MX16 お試しください。